私は悲しい。実家で両親妹と4人で暮らしている。はあ、もともと明るい性格じゃないけど、ここ数年は一日中部屋に引きこもっている。親からは家にいるからには家事はやると、ほぼ全部の家事を一人でこなしているが、なんで私だけ。わさび、少しは家事手伝いなさいよ。はあ、姉ちゃん一日中家にいるんだから、家事ぐらい一人でやんなよ。私は姉ちゃんと違って外で働いてるじゃん。働いてるって、わさび、あなた週一の持ち出し分けバイトだけじゃない。私だって。勘弁してよ、引きこもりのくせに。出かけるからじゃねえ。ちょっと待ちなさい、わさび。うるさい、話しかけないで。妹からは嫌われ。あんな生産性のないコミュ障が姉だなんて気持ち悪い。わさびはからしのようになっちゃダメよ。反面教師にしなさいね。両親も私のことをダメなやつだと手を焼いている。なんで私ばっかり、誰も私のことなんて分かってくれない。もうみんな大嫌い。私は日を追うごとに殻に閉じこもるようになり。ただいま。お母さん、お腹すいた。え、からしは？またあの子ご飯作ってないの？作ってないよ、洗濯だってしてないし。なんか最近あの子おかしいわね。ちょっとからし、ご飯も作ってないし洗濯もしてないじゃない。寝てないで早くしなさい。うるさい、次第に家事も放棄。いつの間に鍵なんてつけたの？からし、開けなさい。からし、うるさい、もう二度と話しかけるな。次話しかけたら、なんだっけ。あ、もらってやる。いい加減にしなさいよ、からし。お待たせしました、カツ丼12枚です。カツ丼私5人前です。はい、最高です。頼んでないですけど。こちらカラスさんのお宅ですよね。わさびさんに請求しろって言われてるんですが。あのキャンセルって。いやー、お代はいただかないと。姉ちゃん、もうどうしたらいいのかわからない。私、黒羽。はぁ、私の扱いに頭を抱えた両親はついにサジを投げ、距離を取るしかないな。鉄のところへ一時的に頼もう。うちでカラスちゃんを預かる。兄夫婦のところへ相談。いやー、でも鉄も単身赴任になっちゃって家にいないし、ちょっとそれは。ほら、ソラさんデザインやってるでしょ。からしもイラスト描くの好きでね。ほら、私たちそういうのよくわかんないし、面倒見てあげてくれない？なんで私が引きこもりの義妹の面倒を見ないといけないの？すみません、私も仕事忙しくて、ごめんなさい。そう、義妹の空に断られ。空の言い分もわかるんだけどさ、頼むよ。からしさ、家であんな調子だろ。兄に直接説得してもらったが。でもお前のやってるような仕事に興味があるんだって。話すだけでも聞いてやってくれよ。そんなこと言うなら、鉄のアパートで面倒見てあげたら？それは無理だ、年頃の妹と狭いアパートで。それに俺たち持ち家だろ。とにかく無理だよ、ごめん。そうだ、また断られた。だから、あとはゴミ出しして。おるやんけ。カラスちゃん、心臓飛び出るかと思った。ソラさん、突然すみません、家族に追い出されました。しばらくソラさんのところにいろって。今日からどうぞよろしくお願いいたします。はあ、もしもし、あの、私はソラ。カラスちゃんがうちに来てるんですが、どういうことですか？カラス姉ちゃん、うちのこと嫌いみたい。家事やりたくないし、ソラさんの美味しいご飯が食べたいんだって。はあ、わさびちゃん、お母さんに代わってくれる？はーい、クロフだよ。お母さん、カラスちゃんの件お断りしましたよね。非常に困るんですが。突然でごめんなさい。でもね、ソラさん、正直私もお父さんも疲れちゃって、カラスの面倒見るの限界で、お互い距離を置いた方が幸せになれるかなって。少しの間でいいの？わかりました、しばらくだけ面倒見ますけど、その代わりもお母さんたちへの援助はできませんが、いいですか？えぇ、オッケー、そんでよろぴくん、じゃあね。態度変わりすぎだそうです。よろしくお願いします。1ヶ月後。もしもし、ソラです。あの、いい加減カラスちゃんを迎えに来てもらえませんか？私じゃどうにもできそうじゃありません。全然部屋から出てこないし、夜はブツブツ部屋から聞こえてくるし、本当に困ってます。あら、まるで変わらないわね。でも私たちも手が負えなくて。でもかろうじて暴れたりはしてないんでしょ？暴れてないって何のわけのこと言ってるんですか？お母さん、私早く家に戻りたい。もう帰ってもいい？ソラさん、うるさいし、干渉してくるし、嫌なの。はあ、ちょっと話した様子見てたけど、何も改善してないじゃない。親に歯向かうような子はいらないわ。戻ってきても困るのよ。もう利用価値もなさそうだし、ソラさんに一生面倒見てもらいなさい。じゃあ、カラスちゃん、もう戻ってきても困るって。ソラさんに一生面倒見てもらえって。ソラさん、カラスちゃん。ここで私の身の上話を少し。3人兄弟の真ん中に生まれた私に全く興味がなく、どうでもよかったんだろう。両親は長男の鉄と末子のわさびばかりを可愛がり、母クロハは特に私に冷たく、幼い頃から家事を全て私に押し付けた。あんたさ、パッとしないし、暗いし、バカだし、どうせ友達いないんでしょ。遊びにも行かないし、家にいて暇なら私の代わりに家事やんなさいよ。唯一の拠り所であったイラストで依頼をもらえるようになった時。へえ、すごい、あんたもこんな才能あるのね。うん、一応お金ももらえてるんだ。褒められたのが嬉しくて、もっと褒めてもらいたいと、私は仕事にのめり込み、部屋にこもるようになった。
でもあの母さん、私欲しいものあるんだけど。欲しいもの？今月はもうお小遣い1000円あげたでしょ。何言ってんの。働いてるのに欲しいものも好きに買えず、稼いだお金は全て母の口座へ。今の仕事辞めて就職したい？何言ってるんだ。ダメだダメ、外で仕事なんてろくなことないぞ。うん、社会経験のない無知な私は完全にコントロールされていた。そんな私だったのだが。カラシちゃん、いろいろおかしいよ。いや、目を覚まして。でもお母さんも褒めてくれるし、お金は全部親が管理するものなんじゃ。ソラさんに指摘され、ようやく目が覚め。ソラさん、ありがとう。全部ソラさんのおかげです。しかしソラさん、演技上手ですね。うまくいってよかったね。カラシちゃんの作戦が来たよ。実家と縁をうまくバッサリ切るために一連のガタガタ騒動を企て、ソラさんに協力してもらっていた。私という作詞子が使えなくなったと分かった後、両親のターゲットは。え、今日から家事は全部私？収録で働いてこい。給料の振り込み先を母さんの口座にしろ。はあ、何言ってんの。今いいところだから話しかけないで。わさび、あんたまたデッドバイデイライトばっかりやって。しかしわがまま放題で育ったわさびが言うことを聞くはずもなく。あんた何もできないし働かないし、とんでもないクズね。はあ、クズじゃないし。痛い痛い。一家はすごいことに。おとなしく言われた通り、家事もしてお金も稼げたカラスの方が100倍マシだわ。あ、姉ちゃんなんてコミュ障の引きこもりのニートだったじゃん。部屋に引きこもって結構いい金稼いでたわよ、あんたと違って。その収入源もなくなって困ってるのよ、こっちは。あ、姉ちゃんが。まさか。ソラさん、私就職先も決まりました。よかったね、おめでとう。家も決めてすぐ出ていきますね。いいのいいの、どうせなら私と一緒に出ようよ。私もあれ実行するから。はい、モスモス。ソラ悪い、俺また忙しくて週末帰れそうにないわ。うん、大丈夫だよ、鉄が忙しいの知ってるから。悪いな、毎度毎度。実の妹のことめんどくさくて私に全て押し付けて。鉄は久美さんと浮気に忙しいんだよね。え、なんで。ソラ、離婚の手続き進めるからよろしくね。あんじゃ。もしもし、わさび、どうしたの。姉ちゃん、お父さんとお母さんが。助けてよ。ああ、わかるわ、大変よね。あんたも自立して早く逃げれるように、まずは姉ちゃんのようにしっかり働きなさいね。そんな、切れないで姉ちゃん。そんなじゃないわよ、本当にバカね。いい、ちゃんとした働き口見つけたらもう一回連絡してきなさい。そしたら姉ちゃんのアパートで面倒見てやるから。怪しい、姉ちゃん。うっさい、もう切るわよ。切らないで。両親とテースのその後は知らない。モナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。